皆さんこんにちは、なおなお軍曹です。今日はですね、我が家のライトなんですが、クーロックというライトなんですけどね、この中心付近のところは非常に強い光でね、かなり難易度の高いサンゴもね買えるライトなんですけども、ちょっとねこの左右はあんまり光が当たらないところなので、サンゴ実はね置けないんですよ。なのでアマゾン先生に頼んで、この LED の、ね、海水用の LED のねライト2つ購入してみました。なんと1つ5000円です。どうなるか試してみたいと思います。開けてみました。やはりですね、格安ライトといったところでしょうか。片っぽはねビニールで包装されてて、ね、片っぽは閉めてません、ね、どうなるんでしょうか。リモコンのね使い方のみ日本語で書かれてる部分があります。あとは英語か中国語です。まあ、このアスタ20ね、性能的には20から45センチのキューブタンク、ね、1個使えますよっていうことです。なのでね、60センチ水槽だったら2つ、90センチ水槽だったら3つあればアスタ20だけでもしかしたら足りるかもしれません。このようにねリモコンがついていまして、光量をね調節できるんですよ。20から 100%、 すごいですよね。そしてタイミングボタンということで、まあ、つけるのはね手動じゃなきゃいけないんだけど、消すのは自動で消すこともできますね。5900円、ね、約6000円でこの機能がねついてるのはかなりありがたいと思います。このようにライトの固定は水槽の縁にねネジで締めて止めるタイプですね。でこのここもギューとこう自在にね角度自分で動かせるようになっています。さて配線の方が完成しました。アスタ20、実際使い勝手どんなもんなんでしょうかね。中華製いきます。点灯ポチッ。おー、すごい。めっちゃ明るくないですかこれ。すごいびっくりなんですけど、これね、しかも 80% なんですよ。100、すごい。80 40 20、あーいい感じですね。これかなり使い勝手いいんじゃないでしょうか。 Amazon で買いましたけど、1つ5000円ちょっとですよ。驚きの機能ですよね。非常に綺麗ですね。ちょっと触ってみると、やはり小型なので他のライトよりもちょっと熱持ちますね。なので長時間つけるっていうのはちょっと心配なので、私はこれはあくまでね、メインのクーロックの補助のライトとして、ね、自分が家に帰ってきた PM6 時から9時ぐらい、9時10時ぐらいまで3、4時間つけるぐらいにしたいと思います。わー、やっぱ全然違う、ね、本当はですね、この同じクーロックを2台欲しかったんですよ。ポンポンという横に。でもどこ探しても、アマゾン探しても楽天探してもメルカリ探してもヤフオク探してもどこにもなくて、ね、諦めてたんですが、ちょっとねこのアスタ20、中国製のね激安ライト、安かったので、まあね、すぐ壊れても物は試しにって思って買ってみたんですが、リモコン機能付きでね非常に使い勝手いいと思います。やったー。これで端っこの方に結構サンゴ置けますね、これだったら。で、これ海水用のライトなのでね、いろんな
あの色の光が入ってるんですが、淡水用のだとさらに安かったと思います。こちらね、淡水用のだともう1000円ぐらいね、1つ安かったと思います。で、海水用のも2つ合わせて1万ちょっとですから、かなりいいんじゃないでしょうか。これからね、いろんなサンゴを足していこうと思うので楽しみです。いやー、ご飯食べてます。美味しそうに食べてますね。いや、かなり明るくなりましたね。クーロックだけじゃなくてアスタ20も今2つとも稼働させてますが、水槽の中がね、かなり明るくなりました。お魚たちもなんか心なしか喜んでる感じがしますね。サンゴもね、今まで以上に成長スピードが上がってくれることを期待しております。まあ、やっぱできればね、あの有名なメーカーのところをね、買いたいと思いますが、やはりね、なかなか経済事情的にね、難しいですよね、海水魚お金かかるから、はい、なので私今回ね、激安中華ライトちょっとね挑戦してみましたが、アスタ20挑戦してみましたがね、これからもいろんなね記録をしていきたいと思います。それではなおなお軍曹でした。お、乙姫エビちゃんが乙姫エビちゃんが出てきたはい、それではなおなお軍曹でした。またねー。